中山勝政英六二年は、戦国時代の武将、浦上氏の家臣、備中神。不正確な記述が多い江戸時代の知史や軍記物などで、中山信政と記されてきたが、天文年間の終わりから英六年間の初め頃に、中山備中神が、ところ久常に宛てた書状が発見され、その中で、勝政という署名と顔があるのが確認されたことで、実名は、 勝政であることが有力となった。勝政の父と見られる春政は、山品家領備前国京都省の大官備前役史寺氏の一族内支部下として年貢の共振を行っており、この時代から宇喜多氏と関わりがあった。勝政は、浦上政宗と浦上宗影兄弟対立の中で、沼城を領する黒人領主であったが、 最後に活動が確認される A62 年8月29日以後、兄弟の阿墓に際して、島村守光と共に、A65 年末の間に殺害された。備前を完全に影響下に置こうとした胸影にとって、邪魔であったと見られる。この直後に、浦上胸影は、い、図書を横領しており、数年後には、山品家にその代官として認められている。説話などでは、 娘を、浮田直家に目とらせることによって、直家の作望から逃れようとしたが、浦上市の征服を図る直家によって、謀反の容疑をかけられ、永禄2年に、直家によって暗殺された。死後、その所領は直家に奪われたなどとされたが、浦上市や毛利方による、在来勢力の排除が、直家による暗殺として、責任転嫁されたものの一つである。ありがとうございます。